こんにちは、柴戸です。今回はですね、アナログのディレイとデジタルディレイがこんなに音が違ったんだというところをですね、皆さんにお聞きいただきたいなと思います。今回千葉管楽器さんからお借りしたのはこの DM3 ボスのアナログディレイです。そしてこちら DSD3 ボスのデジタルサンプラーディレイと、どちらもですね結構レアな品で、なぜレアかというと、残念ながらですねこの2機種あんまり売れてないようなんですよね。というのも発売時期がすごく運が悪かったというのもあるんですけれども、この DM3 が発売されたのが84年頃らしいんですけれども、同時期にですね DD2 ボスのデジタルディレイですね、それが発売されてデジタルの方に波がいったという風な感じで、この1個前の DM2 はすごく売れてたんですけれども、残念ながらデジタルの影に隠れて最後のアナログディレイ DM3 はあまり販売台数が伸びなかったという風な感じです。そしてこちらのデジタルサンプラーディレイも非常にレアなんですけれども、これもですね不運なことに同時期に DD3 ボスのデジタルディレイ3ですね、今も名機として名高いというか人気が衰えない DD3 がですね86年当時発売されて、その影に隠れていたがために残念ながらあまり流通されなかったという風な商品になります。せっかくこのレアな2機種をですねお借りできたので、最後のアナログディレイの音と名機の影に隠れてあまり売れなかったこのデジタルサンプラーディレイを鳴らし比べてみたいと思います。そしてこの後ろにあるこちらですね、もはや私の動画でレギュラー出演的な感じのエフェクターなんですけれども、 Zoom MS50G のアナログディレイとこの DM3 の鳴らし比べも後半やりたいと思います。ではまず機能紹介をさせていただきます。このアナログディレイですね、 DM3 は非常にシンプルで、つまみ3つ、真ん中がレベルですね、そして左リピートレート、これはですねフィードバックにあたるつまみになります。なので山彦効果ですね、こっちにすると山彦効果が減衰して、こっちに回すと増えていくという風な感じになっております。そしてこのインセンシティというのがタイムにあたるつまみですね、でこっちに回すとタイムが速くなる、チッ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 っていう感じですね。でこっちに回すとチッ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 という風に遅くなっていくという風なつまみになっております。続いてデジタルサンプラーディレイなんですけれども、フィードバックタイム、これはアナログと同じなんですけれども、ここですね4段階になっております。一番左がショートディレイ、そしてロングディレイ、でこの先がユニークな感じで、ここがレックプレイ、サンプラーの録音するところですね。そしてこっちがサンプラーをプレイにするところ。このサンプラーというのはですね、今でいうルーパー機能みたいなのの走りですね。当時はあんまり魅力がなかったのか、残念ながらそんなに売れなかった機種ではあるんですけれども、ちょっと大げさかもしれませんが、このデジタルサンプラーディレイがあったからこそ今のルーパーだったりとかデジタルディレイの進化があるんじゃないかなというふうに思っております。このサンプラー機能もですね、ぜひぜひ後ほどお聞きいただきたいなと思います。そして動画の最後はこのボスの DM3 アナログディレイと Zoom MS50G に入っているアナログディレイの鳴らし比べをしたいと思います。
Thank you.